73回、74回と総集編として大学トップアスリートの一日を描き出してきたザ・スターズ。今回からは3人の男性アスリートに焦点を当てる。高みを追い求め研鑽する競技と学生生活、さらに積み重ねてきた努力を一気に解放して全日本インカレで勝利を目指す姿も追いかける。さまざまな競技に身を捧げ奮闘する彼らが大学スポーツで見出したものは何なのか。ザ・スターズ、溢れ出すエネルギーとその輝きを記録する。まず一人目は近畿大学アーチェリー部の石川達也。70メートル先にある的の中心を見つめ一心不乱に矢を放つ。自分がやりたい射程で打って、ま、ど真ん中に当たった時は一番すごく気持ちいいので、それが一番の魅力だと思います。これ毎回毎回これやってます。そうですね、ずっと置いてるじゃん。いや、毎回毎回あの準備することになって準備して、片付けるときは全部、はい、全部片付けます、はい、10がここ、はい、で、あとは基礎が9、8、7、6、5。そうです、そうです。中学からアーチェリーを始め次第にその魅力に引き込まれていった石川選手。団体戦29回もの学生王座に輝く名門近畿大学アーチェリー部に入り、1年生の時には個人で学生の頂点にまで上り詰めました。優勝された時とかはやっぱ嬉しいですか？そうですね、近大の学生のみんながすごい応援してくれていて、その応援に応えることができて、すごく嬉しかったです。本番とか試合での緊張した場面でも集中して打てるというのが一番の自分の強みだと思います。そんな石川選手が次に目指すのが全日本インカレ団体戦。1年生から全日本で結果出すっていうのはそんなにたくさんおる選手じゃないですから、冬子でもエース、育ってほしいですね。また育てないかんと思います。あの近代のエースじゃなしに日本のエースに育てないかんかなと思ってます。順風満帆に見える石川選手にもアーチェリーをやめたいと思った苦しい時期がありました。高校から上がって、こちらの近畿大学で最初アーチェリーを、やった際はその練習環境の変化であったり指導方針の変化であったりでどうしても打ち方が分からなくなったり、高校の時の方がもっと点数出てたのに、やっぱりアーチェリーがあんまりこうしたくないってあったり、こうアーチェリーから離れたいって思うことがすごく多かったんですが、でも心のどこかで 0.1% ぐらいアーチェリーが好きな気持ちがあって、その 0.1% で頑張ってこれた感じがします。アーチェリーへの熱い思いがあったからこそ逃げ出したい気持ちを必死に抑え再び向き合うことができた石川選手。大会の時とか負けたくないとかっていう、やっぱ勝ちたいって気持ちあります？そうですね、それもちろんあります。でもそれを出してしまうとそれもあの雑念になってしまうので、ただ一本一本まっすぐ打って10点に当てるっていうことだけ考えています。迎えた全日本インカレ団体戦、近畿大学は3年ぶりの頂点へ向けて決勝に進出。相手は強豪日本体育大学。団体戦はセットごとにそれぞれチームから3人の選手が2射ずつ打ち、6射の合計で争われます。最大4セットを行い、1セットを奪うと勝者に2ポイントが与えられ、先に5ポイントを取ったチームの勝利です。これも同じようなところ8点ですね。まず第1セット、近畿大学は2射目を終えて16点、3射目は石川選手、この真ん中に決まりました。なんといきなり10点をマーク、チームに勢いをもたらします。日本体育大学が6射を終えて48点としたのに対し、近畿大学は50点。
でしょう、8点ですね。見事最初のセットを奪い2ポイントを先取します。そうですね、勝ちました。取ったと思いますね。続く第2セットは相手に奪われ、迎えた第3セット、かなり大事なセットになりますね。時間を使う、風がかなり苦しいですね。3射目を終えて27対24と一歩リードしますが、対する日本体育大学も意地を見せ50点でフィニッシュ。苦しくなった近畿大学は、石川選手がラスト10点を取れば同点となる場面。欲しいところですね。しかし8点止まり、近畿大学は後がなくなってしまいます。トータル4ポイント対2ポイント、最終セットを奪うことができれば追いつける展開ではありましたが、チームの得点は思うように伸びず。決まりましたね。優勝に輝いたのは日本体育大学、男子ゴールドメダルマッチを制しました。惜しくも頂点に立てなかった近畿大学、そして石川選手ですが、この悔しさを糧にさらなる飛躍を誓います。続いてのアスリートは中央大学レスリング部、赤木レオナ。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。と同じメンバーですか？いや、半年に1回シャッフルしてないで。あ、シャッフルするんですね。はい。取材とかってありますか？いや、本当にこれが初めてです。めっちゃ優しいっす。はい、偉大な尊敬する先輩なんですけど。普段は温和な性格で後輩たちからも慕われる赤木選手ですが、ひとたびレスリングのマットに立つと、どう猛な獅子のような表情へ変貌します。元々その中学校の子で野球部の方に在籍していて、怪我などであまりモチベーションが上がらなくなってしまったときに、そのクラスの担任の先生と、その時のレスリング部の顧問の先生に誘っていただいて始めました。最初は軽い気持ちから始めたものの、ひたむきな姿勢で日々練習に取り組んできた赤木選手。その集大成となるのが学生生活最後となる全日本インカレです。真面目、負けず嫌いというよりもあんまりその感情は表に出さないんですけど、やっぱ真面目っていうところが一番彼をここまで伸ばしたんじゃないかなって。自分の中ではその足腰がとても弱くて、バランス感覚が足りないので、そういうところを強化していこうということです。レスリングをそのやることによって、その身体的にもその強化できますし、その礼儀作法とか、その小さい頃からそのコーチや監督とかに教えていただけるので、両方その育てていくっていうとても魅力的だと思うので、ぜひやってみてほしいです。そして迎えた競技生活の集大成となる全日本インカレ。試合は1ピリオド3分、合計2ピリオドの間により多く得点を奪った方の勝利となります。赤木選手はフリースタイル125キロ級に出場。準々決勝ではお互い決め手がない中、リードを守りきり3対1で勝利、見事準決勝に進出します。続く準決勝の相手は中京学院大学の森選手。第1ピリオド開始およそ1分のところで場外に出され、先にリードを許してしまいます。
すぐさま反撃に転じたい赤木選手でしたが、逆に相手のタックルを食らってしまい、さらに点差を広げられてしまいます。第2ピリオドに入ってもなかなか自分の思うようなレスリングができません。最後の最後まで戦う姿勢を忘れず攻め続けた赤木選手ですが、ここで試合終了のホイッスル。学生生活最後の全日本インカレは3位という結果に終わりました。それでも己を育ててくれたレスリングへの感謝を胸に、次のステージへと進んでいきます。そして最後のアスリートは早稲田大学ソフトボール部の丹野太郎。はい、こんにちは。8月1日、主将として学生生活最後の全日本インカレに挑む彼には並々ならぬ思いがありました。私はもう優勝するしか、なんか自分の存在価値がないというか、最後に勝つっていうのがないと、まああんまりやってきた意味がなくなっちゃうのかなっていうふうには思ってます。前年度準優勝に終わった悔しさを胸に、チームに勝利を届けるため全てを捧げてきたラストシーズン。大体昨日これとかが昨日のメニューなんですけど、はい、今から先に来て、はい、今日のメニューをこのボードに書いていくっていう感じです。このようなメニューはどうやって決めてるんですか？そうですね、大体時期とかにもよって違うんですけど、今は夏なんで、あのチームの連携とかチーム力を高めるためにっていうのを中心にメニューの方は組んでます。監督やコーチが不在の練習において、丹野選手は主将としてチームの強化に取り組みます。まあ、正直今やってる中でも楽しさとかはほとんどなくて、僕の中でも辛いとかやめたいとかの方がすごい大きいんですけど、今は別に自分が活躍しようがどんだけ打とうが試合に負ければ、やっぱ今までやってきたチームに対する取り組みが全部間違ってたように感じるし、正解が分かんないまま前に進むっていうのがすごい大変かなっていうのは感じます。チームを強くするため正しい道を進んでいるのか、自問自答を繰り返しながらも必死に前を向いて進んでいきます。みんなが伸び伸び練習しやすいというか、プレーしやすい環境を作ってるのが本当にすごいな。こっちを思ってることを言ってくれるんで、まあ、そこは頼りがあるなって思いますけど、はい、いいキャプテンですね。泣いても笑っても最後となる大会、主将として大学日本一へ強い気持ちで臨みます。僕の中では結構責任はかなり重たいものだなっていう、ましてや去年準優勝してるので、今年はもう優勝するしか、なんか自分の存在価値がないというか、自分のことは本当どうでもいいんで、最後に勝つっていうのがないと、まああんまりやってきた意味がなくなっちゃうのかなっていうふうには思ってます。念願の優勝を目指し挑んだ全日本インカレ、準決勝に進んだ早稲田大学は福岡大学を相手に初回から3点を奪い、試合の主導権を握ります。その後同点に追いつかれますが、7回裏川上選手が値千金のサヨナラホームラン、劇的勝利を挙げた早稲田大学が2年連続で決勝戦へ進出します。本当に1年間日体を倒すということを目標にやってきたので、優勝を目指して、一球一球に食らいついて必死にやっていきたいと思います。優勝へ向けてチーム一丸となって臨んだ決勝、相手は日本体育大学。早稲田大学は1回の表ツーアウト満塁、先制のチャンスを作ります。しかしここは内野ゴロに打ち取られてしまい、惜しくも得点を奪うことができません。
お互い無得点で迎えた4回の裏、ツーアウト三塁、ワンボールからの2球目でした。完璧に捉えられた当たりはセンターへのツーランホームラン。日本体育大学に先制を許してしまいます。続く5回にも1点を追加され、3対0と追い込まれた早稲田大学。しかし最終回となる7回の表、ツーアウト2塁3塁と意地を見せ、主将の丹野選手に打順をつなぎます。するとここで相手バッテリーにミスが生まれ、早稲田大学が1点を返します。なおもランナーは3塁。息をのむ緊迫した場面。しかし願いは届かず、ゲームセット。早稲田大学は3対1で敗れ、準優勝に終わりました。念願の優勝こそ叶わなかった丹野選手ですが、主将として全てを出し切ったその姿と情熱は、きっと後輩たちに受け継がれていくでしょう。